前田敦子のハートソングス。こんばんは、前田敦子と遠藤ニーナです。イエーイ、イエーイ。ちょっと今までで一番落ち着いてるかもしれない、ゲストさんの中で。本当ですか？みんななんかやっぱラジオだからすごい喋ってくれるんでね。こうなっちゃうの？なんだろうね、まあ、よく喋るのは笑いパイセンなんで、すごいよく喋ってくれるね。ね、ちょっとゆるゆるだよね。いや、いいと思う。私こんな感じだから普段。本当？うん。ニニは趣味は何なの？趣味ね、うん。結構さ、変わるんですよ、私趣味が。今は Now は？ Now は、うん。ね、インスタライブ。いや、インスタライブもちょっと去ったの。かー、最近全然やってないもんね。やるよ、ちゃんと。やりますけど、最近去っちゃって、そのブームが、料理になって。ああ、なんかカレー作ったね、こんなんだね。そう、すぐ料理する。パパとママにね。そうなの。まあ、常に、好きなのは喫茶店ですね。なんか、純喫茶を探して。うんうん。結構いろんなとこ行ってるもんね。そうなの。なんか、意外とマジで、ノートとか取ってて。すげえ。ちょっと気持ち悪いんだけど。純喫茶ノート。純喫茶ノートつけて、できれば、一人で行ったら、そのマスターに話しかけて、いつできたんですかっていうのと、取材してんの？そうなの、勝手に取材すんの。そういうなんかブロガーやった方がいいよ。そうだね、なんか何かありましたら女子目線から見るみたいな。ええ、純喫茶いいじゃん、ライター。いいな、マジでね、そういうのなんか詳しいもんね。そうなの、はい。渋谷だったらそことあそことあそこあるけどみたいな、あそこはみたいな、空いて今の時間はねみたいな。歩く食べログみたいな。かっこカフェ。そうね、純喫茶がいいんですよ。なんかカフェもいいんだけど、私カフェが好きかな。カフェが好き。だから私モントークロータス系が好きなんだよね。でも美味しいしね、ご飯も。そうなの、さそうなの、それはわかる。玄米がね、ロータスにあって。出たよ、玄米。モントークにはないんだけど。ちょっとロータスでご飯食べるの地味に好きだよ。うん、いや、わかる、わかるよ。玄米好きね。好きなのね。前田玄米さん。そうなの。玄米あつこです。渋。一周回って。おしゃれだよ、なんか。ありがとう。玄米あつこって。じゃあ最後にちょっと曲紹介、なんかお願いします。はい。今日は、ミーターズのアフリカ。